ちは、長戸健太です。今日は僕のインマイバッグを紹介したいと思います。まずバッティングパターからいきます、バッティングパターは東京ディスクのレイ、これが今4枚入ってます。まあ、新しいのと古いので使い分けてます。次スローイングパター、オーバーのやつから、オーバーのやつがディスクマニアのレイザークローとディスクラフトのゾーンを使ってます。飛距離によってここ2枚は使い分けてます。次ストレート系のスローイングパターです。ディスクマニアの P3X を2枚入れてます。使い込んだ DX のどっちかというとまっすぐ飛ぶ P3X とチャンピオン素材の少しオーバーめの P3X 2枚入れてます。ミッドレンジいきます。ミッドレンジが3枚入ってて、まずストレート系のミッドレンジ、イノバのラット入れてます。でアンダー系がイノバのマッコー3入れてます。でもう1枚アンダー系でディスクマニアの MD4 風とかで、まあ、使い分ける感じでこの3枚は投げ分けてます。次フェアウェイドライバーいきます。フェアウェイドライバーが、ディスクマニアのインスティンク、これが2枚とアンダー系でレパード3入れてます。基本的には 100m ぐらいまでは全部このインスティンクとレパート3を、バックハンドサイドスロー両方とも使い分けて投げてます。次ディスタンスドライバーいきます、まずオーバー系のディスタンスドライバーがイノバのチャンピオングローファイヤーバードとディスクマニアの FD3 入れてます。だいたい似たような飛びなんですけど、ファイヤーバードの方がちょっと傷んできてるので、どっちかっていうと飛距離を伸ばしたい時とかにファイヤーバードを投げてます。次がだいたい 130m ぐらいまでのコントロールしたい時に投げるディスクです。チャンピオン素材のサンダーバードとディスクマニアの S ラインの CD2 投げてます。 CD2 はハイザーで起こしてちょっと右に流したりローラーとかでも使ったりします。でサンダーバードはもうハイザーだったりストレートだったり基本的に何でも出せる、どのラインでも出せるディスクで使ってます。で最後がクラウドブレーカー DD3 です。これも 130m 以上投げたいときに投げます。結構デストロイヤーと似たような飛びをするので、ハイザーで投げて起こしたり大きくハイザーで投げたりするときにこのディスクを使います。だいたいバッグの中にはこの全部で20枚のディスクが入ってます。ディスクを選ぶときにオーバーなディスクだったりアンダーなディスクだったりっていうのは特に気にはしてないんですけど、まあ、基本的にオーバーなディスクでは揃えようかなとは思っているディスクを選んでます。バッグの中にちょっと紹介します。サイズと家持ちなのでいつもティッシュを持ち歩きます。あと補給食でいつもバッグにはだいたいアマラットが一袋入ってます、まあ、バッグの中身はこんな感じです。じゃあ次はゆうたろうバッグ説明お願いします。